ケプラー26とは、地球から見てこと座の方向の1591光年先に、ある、太陽の6割の質量と半径を持つ系型、主系列性である。複数の太陽系外惑星が発見されている。ケプラーの観測により、ケプラー26の周りには4つの系外惑星が発見されている。2012年に、2つの惑星と1つの、 惑星候補がトランジット法を用いて検出された。このうち、ケプラー26ビットとケヘプラー 26C は質量と半径が共にほとんど同じである。B と C は木星の38%未満の質量と木星の32%の半径を持つことから、海洋性サイズのガス惑星だと考えられている。惑星候補であるケプラー 26D は、 地球とあまり大きさが変わらない岩石惑星だと考えられている。しかし、恒星から 0.039au の距離をわずか3.5日で好転しているため、表面温度は626系にもなり、生命が存在する可能性はほとんどない。なお2012年時点では惑星であるとの確証が得られていなかったが、後の観測により2014年に惑星であることが、 確認された。ケプラ26から最も遠い軌道を公転しているケプラ 26E は2014年に発見され地球の2.41倍の半径を持つ。この大きさは地球と同じく岩石で構成された地球より大きい岩石惑星であるスーパーアースかあるいは海洋性サイズのガス惑星かの両方の可能性がある。この惑星はケプラ十六の ハビタブルゾーンの中を交転しており、表面温度は摂氏0度に近いとされている。そのため、この惑星には生命が生息していけるかもしれない。ありがとうございます。